ディズニー大好き芸人の福田平平です。ディズニー大好きだけど詳しくない芸人の鈴木梅団です。おはようです。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。さあ、コメント返しの時間でございます。何の動画かわかんないって忘れちゃったんですけど、梅団さん、まあ、多分コメント返しに対してなんですけど、はいはいはい、まあ、いつも僕返してます、コメント、うん、来てるコメント拾って、なんだお前しょうもねえ、うん、来んなとか言ってます。バイラさんめちゃくちゃはっきり言うけど不快感のないコメントで好き。マジ危ねえ、危ねえ、変えたねえ、危ないよ、よかったギリギリ、マジでギリギリ危ねえ、マジで不快感を与えてなかったこの人にはマジで危ない、耐えた、よかった、伝わってた、危ない危ない、危ねえ危ねえ、はいはいはい、はい、これが伝わんない人に伝わんないですから、やっぱり、はい、バイダンただ口悪いだけじゃないかっていう人いますから、間違ったことは言ってないですからね彼は。そうです、こういう人のために僕はコメント返ししてます、本当愛してます。何千回だっけ、3000回愛してる。夢と魔法と笑いの国チャンネル、本日の企画は、京王線アラブ最強リミックス5000。なんかドン・キホーテとかでさ、そういう CD 売ってたよな、なんか90年代アーティストリミックス、はい、なんか10選みたいな CD いっぱい売ってたわ、はい、僕が言ったのはガーディアンズ・ギャラクシーです。あ、そっちか、そっちで言ったのか。そうなんですけれども、はい、まあ、そこは一体いいとして、はい、本日はですね、京王線あるあるということで、はい、ちょっとディズニーの外にちょこっとだけ出て、うん、京王線のあるあるを、はい、5つほどまとめさせていただきましたけれども、はい、いつもはですね、オープンチャットで募集してのあるあるなんですけれども、はい、今回はですね、急遽思い立ってやってみようっていう背景がありまして、ちょっと募集が間に合わないということから、うん、本日ちょっと僕の方でやりくりさせていただいて、なるほど、ちょっと力不足かもしれませんが、ちょっと共感していただいたらね、コメントとかで励ましてくれると嬉しいです、はい、そんな感じでございました。京王線ね、京王線あるあるでございます、はい、というわけで京王線あるある一つ目のあるあるがですね、前々に行く時のその京王線内でこいつもディズニーかと勘繰りがち。あー、これあるね、これありますありますあります。持ち物だったりはい、そのあたりからこいつも同じ人なのか、15時とかそれぐらいの頃に京王線乗ると、はい、まあ大体その、まあ、1人の方とか、うん、これからディズニー友達と行きますはまあいないわけ、うんうん、の中でも、うん、あれ持ってるってことあれ6年前の縫い歯とか、ああなるほどね、あれ年パスだな多分とか、ああなるほどなるほど、イクスピアリのそのシェフミッキーにだけ行くとかいうのが あったりはするから、はいはいはい、とかがあるからっていうような勘繰りが起きがちっていうのがあるわけなんですけど、はい、というわけで行きしな帰りしなに言える京王線あるある2つ目がですね、幕張メッセ組の圧に押されがち。ああそうなんだ、なんとなくね、向こうも同じこと感じるかもしれない。ああ、なるほどね。向こうも向こうで、いや、ディズニー組がってなってるかもしれないけど、その、イベントだからさ、まあ、幕張メッセは。そうね。そう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 。ラブライブなのか分かんないけども。みんな。なんでラブライブだけだったよ。今出てきたのか。イメージが。それ、幕張メッセのイベントはみんなさ、ディズニーよりも、今回のイベントの T シャツとか。そうね。着てるから。熱量がちょっと違うよね、やっぱり、ね。そう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 。どうしても。もう数年に一度のお祭り騒ぎをやってるわけなんで、やっぱりこう圧としてこうってなりがち、うん、ダメとかじゃなくてね、そう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 、っていうような押されちゃうってことで、あるあるがあるわけなんですけれども、はいはい、ディズニーからの帰り品の、はい、京王線あるあるがですね、はい、新木場乗り換え組が、孤独感出がちです。あー、まあ情は分かるね、ちょっとね、もうなんとなく、まだ新木場ってさ3駅だから、まだ思い出トークがまだ残ってるわけ、うんうん、で、大体新木場過ぎたぐらいから寝始めたりとか、アルバム作り始めたりするわけなんですけども、新木場組がそのタイミングで、あ、ごめん、私新木場だから、ああ、そうなんだ、あ、またね、なんとも言い切れない別れになりがち。あれ嫌よな。ごめんね、私だけ、ごめん。いない？続きまして、4つ目のあるあるでございます。はい、4つ目がですね、まあ、京王線乗り換えに関するあるあるでございます。東京駅での乗り換えの時、思ってたよりも2つエスカレーター多い。あー、むっちゃわかるわ。あれねー、もう2個多いんですよ。俺でも、いつもフェイフェイの家来る時、はいはいはい、行きは思ったより2個多くて、帰りは思ったより2個少ないです。
なんでかわかんないけど、なんでなんでしょうね。な、行きはね、思ったよりもね、歩くエスカレーターが1個多いんですよ。はいはいはい、はい、まずね、まず歩くエスカレーター、うん、動くエスカレーターが1個多くて、下るエスカレーターも1個多いんですよ。そうそう、その後のやつ、ね、感覚として、うん、でも帰りはね、あれもう1個2個なかったエスカレーターってなるの。なんでかわかんないけど、まあ、ゴールが明確に分かってるからなのかね、何かね、続いて最後の、うん、あ、最後、京王線あるある、最後のあるあるですね、7号車にオタクたまりがち。あ、これそうなん、はい、7なんだ。7です。なんで？たまに前組も、3号車か2号車もいるんですけど、うん、あの東京駅からそれこそさ、エスカレーター降りていくじゃん。うん、で、エスカレーター降りていくと、うん、目の前にね、電光掲示板で、あるじゃん、うん、で、そっちにエスカレーターまず見えてるわけ、うん、エスカレーターとか階段が見えてるんですよ、うんうん。みんなそっちにファーっていくんですよ。うん、で、もちろん、こっちにもあるわ、うん。こう降りていって、こっちもあるわ、うん。裏というかね。そう。うん、U ターンするから。うん、だから、まず、うん、こっちより比較的すきやすいっていうのが、まず一つなのと、うん、はいはいはい、7号車、ないし6号車あたり乗ると、目の前がエスカレーターっていう、その後。あ、なるほどね。そう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 。そっちを加味してってことで。前幅に、駅に降りた時にっていう。うん、あ、いい、いい。っていうことで、そこにそのオタクが溜まりがちっていうのがありますね。普通に勉強だった、今。そうなんだ、そこなんだ。はい、っていうのがあります。あ、めっちゃいいですね。そう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 、いい、ね、だから会いたくないオタクとかがツイッターでできてしまった時はそこを避けるといいかもしれないですね。これはね、ちょこちょこ出るじゃん、この話。オタクがない、オタクない論争ね、はい、すげえ悲しいんだよ毎回、この会いたくないオタクの場合はねとかって、はい、だからそんなさ、僕も最近身に染み始めたので、そういうのがね、ディズニーオタクの人たちと、まあ、ちょこちょこと、まあ、声かけてもらったりだとか、うん、オープンチャットで喋ったりだとかで交流して、うんうん、やっぱりね、まあ、どこのオタクも一緒です、やっぱり。あ、まあね、はい、あ、人間同士なんで。それは一個のもの好きな人たち集まりゃ、そうそうそう、嫌な人もいりゃいい人もいるわな、はい。ただどうやら聞いてる話によると、うん、大体男側のディオタが悪い。まあキモいからね、やっぱりね、結局ね、男ってキモいですからね、ディオタかとかじゃなくて、うん、男ってバカだからね。でディズニー内でお、売ってるお酒って、うん、カクテルとかじゃないですか、うん、ちゃんとお酒飲まない、今度普通に飲み行こうよ、あみたいな。だからやっぱね、下心が出ちゃうんですよ。でね、やっぱ D オタってね、やっぱり、ね、夢の中でしかその生活してないんで、うん、現実世界での女性の口説き方ってのは分かってないんですよ。だからまあ基本的には、まあ、陰キャ、童貞、まあ、その他諸々が、まあ、D オタになるのかなと、そういう見解ですが、フェイフェイさんどうでしょうか。マジでおっしゃる通り、俺は違うけどね。珍しくない？え、普通さ、こういう YouTube とかやってる人ってさ、男味方でつけに行くけどさ、珍しくない？まあいいです、男は大丈夫です。変やって、絶対変やって。男は大丈夫です、ごめんなさい。じゃあいい、男こっち来いよ、いや飲み行こうぜな。いやー、しんどいよ。いや、しんどかったらぶっ飛ばしたけど、かけねえよ、それは。おもんねえな、お前。レックスかぶしてるから、アウト。というわけで、本日は、京王線あるあるでした。また次の動画でお会いしましょう。ありました。なんか、あの、始発、あの、待ってると乗れるとすごいテンション上がります。東京駅で。はい、東京駅で始発もつかある。いや、あの始発が止まってる時、最初から。ああ、なるほどね。あれテンション上がります。